はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、ということで熊本から帰ってきました。はい、私ね、はい、はい、4… 帰ってこいよかったです。そうですね、はい、4泊5日行ってまいりました。ということで今日はこちらですね、うん、スターウォーズのつむつむのぬいぐるみです。はい、これがですね5月4日に、発売されたんですけれども、はい、私ちょうどですね熊本におりまして、はい、しかもですねボランティア活動中だったので購入できなかったのね。もともと諦めてたのこれは、ところがうちの奥さんがですね、ネットで買ってくれまして、はい、届いたということで今回開けていきたいと思います。はい、はい、なんかねすごい段ボールからしてすごい可愛いんだよ。ミッキーも書いてある。そうそう、こっちね、ディズニーからこのダンボール届いたの初めてかもしれない、ディズニーストアからね、じゃあ開けましょう。はい、はい、あ、この絵がついてる。包装紙もディズニーなんだ、うん、よいしょ。見えますかね、うん、このようなディズニーのキャラクターがあしらわれた包装紙になってますね。はい、かわいい。はい、おお。あ、入ってね。で、これ袋を一つにまとまって、あ、入ってるね。はい、では一つずつ出していきますね。まず BB-8 かわいいね、うん、ゲームの方のツムもあるしね、BB-8 ね、うんうん、ストームトルーパーのフィン。あ、そうだ、ストームトルーパーのフィンだ、うん、あ、これもラインナップされてたのね。そう、次がキャプテンファズマ。キャプテンファズマ、はい、ちゃんとマウントしてるね、うんうん、これ、こうなってるね。ちゃんとなってるね、うん、で、銀色になってますね。はい、はい、かわいいね、うん。で、これが普通のフィン。これ普通のフィンか、はい、あのポーダメロンのジャケット、オレンジのジャケット羽織ってますね。さっきとは違うね、やっぱり。そうだね、顔は一緒だけど、うん、横がね、違う、ね、あと後ろとか、はい、次がこちらポーダメロン。ポーダメロンだのパイロットだね。そうだね、バイザーついてるちゃんと。すごい、すごいね。次がファーストオーダーストームトルーパー。ファーストオーダーストームトルーパー、はい。こうやって見ると可愛いな。うん、可愛いマスコットだね。続いてが、あれ？ボバフェット。ボバフェット、はい、なぜ入ってます。今回のさ、出てくるやつ全部フォースの覚醒にまつわるツムじゃないの。うん、ボバフェットだけ違う。うん、これちゃんとジェットパックもマントもついてる、ね、あ、そうだね、ついてるついてる、うん、面白い。スカーフね、これスカーフ。うん、スカーフね。前回はですね、はい、ミドルサイズが出てたみたいだね。はい、でっかい方ね。そう、今回はミニサイズが登場したみたいです、はい、で、いろいろなんかね、ついてるね、はい、あとあの、この削れたところとか。ああ、ちょっとね、剥げてるところが出てるんだ。はい、はあ、この前出てなかった、完全に見える。そっかそっかそっか。次がこちら、うん、レイだね。レイだね、レイのあの砂漠仕様のやつ、うん、スクーター乗ってる時の。あ、そう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 、うん、こっちからもツムにラインナップされてるね。あ、ゲームの方ね、はい、そうだね、出てますね。はい、そして次がこちら普通のレイだね。そうだね、これはあれかな、うん、エピソード7の最後の方のレイなのかな。衣装どう、違うよね。衣装、うん、でもほぼ一緒か。一緒、あのここをめくったみたいな感じで。そっか、一緒だ。そうか、うん、顔は一緒。最後のおやつかと思った。うん、はい、そしてこちら最後です、カイロレン。カイロレンですね、はい、ちゃんとフードもあっていいんじゃない、うん、でね、こっちの横側にライトセーバー持ってますね。あ、ほんとだちゃんとついてんだ、十字のね、うん、しかも歯出ちゃってんだ怖いへー、面白い。このツムも既にゲームであるね。はい、それでこのツムについてるタグにこれまで出てきたスターウォーズのツムが全部書いてあるね。はい、うん、チューバッカとかね。そうだよね、前回のね手に入らなかったから今回手に入れられてよかった、本当に。うん、うん、で、ちなみにこの裏の方は相変わらず iPhone 吹けるようになってます。ああ、画面がね、吹ける仕様になってるね、はいはい、そっかそっかそっか、もともとそうだもんね、ツムツムってね、昔からそうだったね、うん、はい、ということでツムを重ねてみましたね。はい、はい、それ普通のミッキーだね、うん、はい、一番上が BB-8 にしました。はい、で、こちらレイでしょ。はい、カイロレンでしょ。はい、で、これゴーグルつけたレイで、はい、フィンでしょ。はい、で、ポーダメロン、ファーストオーダーストームトルーパー、キャプテンファズマ、はい、ストームトルーパーのフィン、はい、あとボバフェットという順に並べてみました。はい、はい、かわいいね。うん、やっぱこうやって並べるとかわいいですね、うん、こちらのツムツムなんですけれども、はい、オンラインストアでまだ売ってますね、はい、在庫ありですね、はい、なので気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで今回はディズニーツムツムのスターウォーズフォースと覚醒
でした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はいはい、最後はですね、我々ツムになっていましたけど、いかがでしたか。このねデフォルメされてないよね、そのままの顔でツムだから気持ち悪いね。はい、ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。嬉しいですね。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで今回以上でございます。バイバイ。痛かった。バイ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 バ